はい、こんにちは、さかないです。今日は iPhone にいろんな通知が来ますよね。で、上から引っ張った時に通知が出てくるんですけども、そこでですね、着信に対してすぐ発信ができる機能がありますのでご紹介したいと思います。今のですね、この iPhone のOS がですね 12.0.1 というものなんですけども、これにアップデートした時に追加になったような気がします。それでですね、iOS のバージョンというのがちょっと分かんない方もいらっしゃると思うので、この設定ですねをタップをして、それで一般を開いて、上から2つ目のソフトウェアアップデートを開きますとですね、ここで iOS 12.0.1 お使いのソフトウェア最新ですと書いてあります。でこれがですね、最新じゃない人はですね、下の方にインストールという画面が出てきますので、そこでですね、このソフトウェアをアップデートすると、古いバージョンの方はですね、新しい機能とかが使えますので、ちょっと試してみてください。通知センター、上からですね、ここをスライドした時に、通知があります。でここでですね、この友達、一番上なんですけど、友達から、着信がありましたと。それで、ここでですね、再発信ができるみたいです。今までこういう機能がなかったと思うんですけども、ちょっとやってみます。それで友達はですね、この友人はですね、FaceTime オーディオで発信をしてきてくれました。FaceTime オーディオでこれでかかるのかどうか確認をしてみたいと思います。この機能は、地味な機能かもしれませんけれども、結構役に立ちそうな気がしました。ちょっと思ったのが、例えばフェイスタイムでかかってきた人が、それを発信した時ですね、普通の電話でかけちゃうと、料金発生するとかっていうこともあると思うんですけども、フェイスタイムにはフェイスタイムで、かけ直すことができるみたいなので、非常にいいんじゃないかと思いました。LINE でね、電話あった時にそれができればいいんですけども、その機能まではまだないみたいです。はい、この動画ですね、いいと思いましたら、このいいねボタンとですね、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまたありがとうございました。失礼します。